でもありがてえな、こんなにゾンビがいてくれるなんて。ちょ、これ一匹閉じ込めとこう、ここに。どうやって閉じ込めるんだろうなこれ。あーでも意外にむずいな、閉じ込めんの。スケルトンも後ろから来てるし。えな、ええキモ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 。どうも皆さんこんにちは、さとみです。今回なんですけども、ついに前回のパートで全自動仕分け機を完成させたはいいものの、ケツを全部使い切ってしまいました。なんで俺は決意したね、この鉄たちは絶対に取り返すと。ということで本日なんですけども、アイアンゴーレムトラップ作ってみた。不安そうな顔で村人が今俺の横顔を覗いてましたけど、本日なんですけども、倒すとね、鉄をドロップしてくれるアイアンゴーレムっていうのが出てきて、まあいるんですよ、そういう敵が。で、その敵はどうやって湧くかっていうと、村人たちが、何人以上だっけな、ちょっと曖昧なんだけど、村人たちがとにかくいる場所に、守り神みたいな感じで湧いてくれんのね。なんで、その性質を利用して、村人をとある場所に閉じ込めて、そのゴーレムをどん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 湧かせ続けて、湧いた瞬間にさばいていこうと。そして、鉄ガッポガッポと。失った鉄を取り返す！鉄取り王に、俺はなる！というわけでね、誰かいないかい？俺と一緒に未開拓の土地へ行ってくれる人。ちなみにもうね、土地は決めてて、まあ天空トラップタワーのある場所の対角線の場所にちょっとそれを作ろうと思っていて、まああの辺りのエリアをそういうなんかようわからんものを詰め込んだ場所にしようと思ってる。さあ誰かいないのかい？俺と一緒に新天地へ行ってくれる心優しき者はいないのかい？今だったらね、なんとパンあげるよ。パン、パン欲しいだろ。ほらお前たちはパンを渡して子供を作り合うの俺は知ってるからな。もうパンを持った者同士がしばらく放置してたらチュッチュするの俺は知ってんだからな。お前たち、なんだったら増やしたし、なんだったら増やしてちょっともうたくさんいる今もう。ならベッド足りないから増えちゃった。もう誰かいないか、志願者はここに来てくれ。さあ誰でもいい、ただしガキてめえはダメだ、でけえやつにしか興味がねえ。さあここのドアを開けたら来るんじゃね、外に出れるって言って、あちゃ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 、うれえうれえ、違う違う、松明じゃない、くそ、おい、ういういじゃねえ、バカバカおめえ、この上でやっても意味ねえんだよ。おお、勝手に自主的に乗る、自主的に乗ってくれんの。違うんだって、松明片手に持ってるとろくなことねえな。ダメだよ、ちょっともう一回行くよ。ほら今ならね、3食弁当付きだよ。みんな行くのか行かないのか、どっちなんだい。おい金鳴らしちゃう、おい閉める、思いのほうがいっぱい来た、思いのほうがいっぱい来てびっくりしちゃった今、思いのほうがたくさん来たね。さあこっから一人連れてくわけなんだが、さあ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 、やべえ全然みんな動いてくんね、この上で止まってくれたら楽なんだけどな、この上で止ま、あ乗れ乗れ乗れ、おいちょ一発気合入れとくかお前。さあどうする、乗るか乗るか、乗らない、この上に乗ってほしいのに誰も来てくれない、なんでなんだよ、ここ開けたら来るだろうなあ、あ来たよお前、出れると思うね俺、よし来た、よし来たみんな、よし一人捕獲しました、よし行くぜ。ありがとう志願してくれて、君のことは忘れないよ。仲間に別れは告げたかい、家族に別れは告げたかい、恋人にさよならは告げたかい、よしそれじゃあ世界一危険な海の旅に出航だぜ。出れねえぞお前なあ、出れねえぞこっからは、これ2マスないとこれ進めないから、ここまずちょっとこっち行って、はいブロックブロックブロック置けるぐらいまで、ブロックブロック、はい蓋閉めたはい蓋閉めた、さあ行くぜ、この落ちたら死亡のギリギリの線路。あのね、鉄がないから線路をね、本当はね線路でこうトロッコで連れて行きたかったんだけど、鉄がないからもうこうやって見て、これ下海なのにこうね、下海なのにブロックの上走るっていう、あの違う、海の中あの走った方が早いんだけど、あのボートってさ1マス上に登れないのね、海藻だから、ここのなんか水を使ってしまったんだったら、なんだったらここにもう登れないし、この1回平地にもう登ることできなくなっちゃうのよ。そうだから、あえてこの一段上げた、ここを進むことによって、俺がね、今ちょっと予定してる建設地まで、まあ、ここから平面なの。まあ、平面にしたんだけど、俺が。まあ、だから、この、くっそ遅い船旅が続くわけですよ、こっからは。さあ、どうだい？仲間に別れを告げた気分は、今の気分はどうだい？順調？そういえば、君、ここを見るの初めてだったね。俺がこの村に来て、すぐお前たちをあの、サンドハウスに閉じ込めてしまったからね。ほら、見なよ。動物だよ。
まあ一段落ついたらお前たちにも構ってやるからな。特にその白いのと黒いのとグレーの、お前たちはな、全自動羊毛機っていうのをな作ってな、そこにちょっと監修というかなんか収容してやるからな。まあ、危ないね危ないね。今ね鳥さん来ましたけどね今ね。はい、というわけで今回の目的地なんですけども向こうでございます。ファントムいるし、やばい。俺ずっと放置してたからファントムいる。え、何左の雲、雲、雲、クマ、どっち、クマやないかお前、クマかと思ったわ。ちょっと俺の高ぶり返して本当に。ほら見て、ほらこれこれこれ、ここにね落ちたらもう二度と上がってくれないから、ここだけは絶対に避けないといけないんだよ。でここで向かうのはあそこ、でんでれれれんで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 ん。ここはね、まあ俺が軽く道はもう作っているんだけど、ちょっと整備済みで、ボートって登る手段がないのね、上に。だから俺はあれにしました。ここからはトロッコの作業です。皆さん、こっからトロッコにこの村人を乗せます。なんでここに、まず、いい感じにここにさ、来るやん。来て、そんで、よいしょ、パンチで壊します。はい、パンチ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 、全然壊れないのよ。チップ押しながら投げてみるか。え？ガチ、あ、いた、うれ、おい！どこに行くんだよ！こら！ちょっと待って！なあ！あ、あ、あ、何してる、何してる、何してる、え、自分で動いてんだけど、自走してる、自走してる。え、すごい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 。え、もしかして自分なしで行ける？自分なしで行ける？君もしかして。行けない？いけないの？どっちやねん？いけないんかい？いけんのかと思って感動したわ今俺。俺どうしようこいつ。こいつを運びたいんだよな目的地まで。あ、この上か、この上、この上、この上。違う、違う、こっちじゃない、こっちじゃないんだよ。どうしたら分かってくれんだ俺のこの気持ち。なあ、違うだろう。どこに行くんだよお前。あ、待って、分かった。この村人、ベッドのところに行こうとしてるんだ、自分のベッドの場所に。そうはさせないぞ。こら、やばい、逃げられる。あ、オッケー、あぶねえ。なんとか捕獲成功したわ。いや、むずいな。乗っけんのむずいな。これどうしたらいいんだ。この上にさ、この上に乗っけるのはいいと思うんだけど、ちょっと待って、まず、まずね、ちょ、俺も初めてやるから、ちょ、なんとも言えないんだけど、まず、こやつと一緒にボート乗るじゃん。ボート乗って進みまーす。はい、行きまーす。で、あそこのさっきの例のポジションまでこいつを乗っけて移動して、ちょっとね、逃げれるのがダメだと。トロッコに乗せるまで、ちょっと逃げれない感じで行かないと。これダメだわ。あのね、さっきの場所にベッドが置いてあって、そのベッドがこの子の家だと思ってるんだよ。まあまあ間違いないんだけど、まあさっきまでね、まあ、さっきまで家だったっていう話なんだけど、もうこの子の家はあそこじゃないから、この子が使ってたベッドをぶち壊さないといけなかったのかな、もしかすると。その説はなんか大いにある気がしてきた。はい、閉じ込めました。で、はい、もうこうやってもう完全に閉じ込めて、この状態でうれうり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 うれー。あれ、スイッチ、スイッチ押したら完璧じゃないこれ。え、スイッチ押せない？ねえ、なんでだよー、なんでなんだよー。この穴の上に来た瞬間にスイッチ押したるからな、お前。なあ、どうすんだよ。おい、パンチして、パンチして。いいよ、逃げ惑え、逃げ惑え。穴の上に来い、穴の上。微妙に避けられる、微妙に避けられる。なんでやねん、なんでやねん、お前。そんな器用に避けるやつおるか、お前。あー、器用すぎる。なんて器用なんだ、お前。やばい、こいつまずいな。相当器用だぞ、この男。マジかよ、もう夜になっちゃうって。やばい、やばい、夜になっちゃう、マジ。こんなことしてたら日が暮れるんだけど。マジか、トロッコに入れんのめちゃめちゃ難しいなこれ。こんなところで引っかかる予定なかったんだけどな。もうちょっと素早く、俺はこれミッションコンプリートできるはずだった俺の。でもさ、さっきの感じさ、ここで一回降りるじゃん。ここで一回降りて、よいしょよいしょよいしょ、ここで一回降ります。はい、松明、はい、松明、よいしょ。で、降りて、この上でさ、こうやって壊したら、俺のこと見上げてた気がすんだよね、しばらく。なんでさっきは見上げてたんだ、お前。なあ、ラッキーだったんか、さっき俺は。どういうことなんだ、一体。教えてくれよ。おい、逃げ惑え。行くぜ。タイミングよく押してみせる。こ、帰ってくる。か、この辺だろ！押せなかった。押せなかった、なんなら。帰ってくるから、この瞬間に押す！ワイ乗った、行ってらっしゃい！ナイスー！やったー！嬉しすぎる！やばい、待って、待って。走れ、走れ、走れ、走れ。せっかくあの村人ちゃんを俺が作ったあのフェンスという名の収容所にここに入れたわけだからさ、こっからもう出すわけにはいかねえんだよ。ちょっと待ってね。あれ、フェンスがない。あ、この中にしまったか俺もしかして。ここにね、あー、なんでフェンスがないんだ。フェンスがなくなってる。やばい、作んないと。今回の作業で使うアイテムは一通りここに置いたつもりでいたんだけど、ちょっと待ってね、フェンス作っちゃおう今。あと一人でもここに入れないといけないんだもんな。寝よ。ここで寝るわ。いや、いいな。夜空をなんか見ながら寝るってすごい久しいな。なんか、
マイクラストをマインクラ始めてこの初夜ぐらいじゃね、空を見ながら寝たの。悪くないわ。てかすげえ綺麗、空が。ねえ、いい感じだね。じゃああと1体連れてくるか。まあさすがに死にはしないだろな。さすがに死にはしないと思うんだよね俺。はい、というわけで4匹連れてきた。4匹4体4人か、4人連れてきたんだけど、あのね、なんかコツを覚えちゃって、乗せる時にその少ないマスの中でこう、なんかなんつうのかな、今までちょっと広いマスで解放しすぎてたんだよね。ちっちゃいマスの中で解放したら意外にすんなりトロッコ乗ってくれて、あんまり苦じゃなかったね。やっと作業に入れる。で早速今回作っていくアイアンゴーレムトラップやっていくんだけど、村人はまだ登場しない。実際まだ登場しない。もうちょっと後で登場してもらう。で今俺がするべきことはちょっとずつ仕掛けを作っていこうかな。これさ、村人にさ、パンをさ、こうやったら繁殖するよね。うれ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 、いいよ、いっぱい埋め、いっぱい埋め、いっぱい埋め。ここはな、無法地帯だぞ。どうだ、好き放題やれ、好き放題やれ。子供産んだ。え、てか待って、俺今あげすぎた、もしかしてあげた数子供産む。そんなことない、大変なことになっちゃうね。そしたら大丈夫、大丈夫かな、大丈夫だと思いたい。また連れてくることになって、そしたらまあいいや。で今回作る素材がネザーレンガ、地獄の素材でね、ちょっと作っていこうかなと。でまず8マス積み上げますと、1、2、3、4、5、6、7、8、8マス積み上げた後に周りに4個。ちなみに今回は作り方、いつもはなんとなくフィーリングでやっちゃうけど、今回は予習済みです、ちゃんとまあだからね、スムーズに作れると思いたいけど、実際に作ったことはないから何とも言えません。ちなみにね、天空トラプター見えないんだけど、あの辺にあるわ。でここにゾンビをね入れないといけないんだよね、実はね。でゾンビを入れるのはちょっとやり方どうしようかな、なんかいろいろやり方あるんだけど、いったーよいしょ。あれ、ちょっと待って、届かない、あ届かない、マジか、そういう感じか。こっからだったらいけるかな。あーだるいな、これ届かないの。うれ、よいしょ。まず階段を作ります。ほい、この階段でまあゾンビをこの中に入れるわけなんだけど、夜にならないとね、やっぱゾンビ死んじゃうから、日中は。そうなのよ、なんかちょっと時間経たないと、待たないといけないんだよねこれね。よいしょ、まあ、その間にちょっとちゃんとゾンビを入れる仕掛けを完成させんとな。これで入るかな、ここにゾンビ入りそうな気がするね。まあ大丈夫やろ大丈夫やろっつって、夜になるの待ちます。あ、もう2人もバブ生まれてるよ。6人欲しいんだよね最低でも。この作業中にちょっとぜひね、成人6人になってもらって、結構夜になるの時間かかるな。あ、でも言うてもう夕暮れか、言うてだよな、もうちょいでなるな。他の作業しとくか、どっちみち後でするもんな。で、次にするのがこのレッドストーントーチの作んないといけない。持ってきてなかったっけ俺。あ、持ってきてるわ。レッドストーントーチっていうのを使って、どうなるんだ、これ真下なのかな。よいしょ、真下にこれを、おい間違えた。よいしょ、いいよ、この4個つけないといけないんだって。いい感じで、その1個下のブロックを削って、そこにもこれを入れないといけないんだけど、これ横から入れるの至難の技だな。いける、おいおい、あ、行ったんじゃない、これ行ったんじゃない。あー、オッケーオッケーオッケー、いいねいいねいいね、順調順調すぎるマジで。あ、みんな来るよ、ゾンビゾンビゾンビ、どこだゾンちゃん、どこに行ったのゾンちゃんは。この辺にいるでしょ。ねえ、いいよ、いつでも出てきていいよ。いつも出てこられるとすげえ鬱陶しいけど、今だけ許すぜ。どこにいるんだ、もう出てきてほしい時に全然出てきてくんないんだから。こんな夜暗いくなったのに、え、マジでいないんだけど、どこ行った、雲しかおらんぞ。雲はいらんのよ、雲じゃないのよ、お前じゃない、お前じゃないんだよ、悪いな雲。どこゾンビ、うわーっていう、いつも、あ、いたいた、いたけど、バカー、何してくれてんだよ、せっかくいたのに。ゾンビもゾンビだよ、もうちょっとでかい声出して主張してくれよ、そこにいたんだったら。マジか、でもこの辺は敵が出てくるってことだろ。あ、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 いた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 よ、ゾンビちゃんいたよ。おいお前、さっきと同じ間違いを繰り返させない。よし、オッケー、いや、オッケーじゃない、なんだお前バカ。ゾンビちゃん生きてるか、ゾンビちゃん、ゾンビちゃん生きてる、ゾンビちゃん生きてる、カモンゾンビちゃん、こっちこっちこっち、どうしたどうしたどうした、来れないの、いいよ、待ってる待ってる待ってる、ゆっくりでいいよ、
ゆっくりゆっくり。ゾンビちゃん、ゆっくりね。通りやすいように道開けてあげるから。ナイス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 。来れるか、来れるか、ここまで。いいね。ちょっと待て、ちょっと待てよ。それはまずいんじゃないか。登ってこれるか、ゾンビちゃん。お前なら登ってこれるだろ、ゾンビちゃん。いや待って、邪魔なやついるな。ちょっと叩き落とすか一人。うるえ、あ、なんかゾンビちゃんが登ってこれない。この瞬間を、オッケー、ナイスナイス。ゾンビちゃん、ゾンビちゃん、こっちだよ、こっち、こっちだって。どうした、なんで登れないんだお前。え、あ、ナイスナイスナイス。よーし、来た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 。ゾンビちゃん連れてきたよ、みんな。カモン、ゆっくりだね。足遅いね、君、本当に。めっちゃ、おお、2匹もいらねえんだな、ゾンビ。マジか。でも、ありがてえな、こんなにゾンビがいてくれるなんて。ちょ、これ、1匹閉じ込めとこう、ここに。で、もう1個作るときに使うわ、このゾンビ。どうやって閉じ込めるんだろうな、これ。あー、でも、意外にむずいな、閉じ込めんの。スケルトンも後ろから来てるし。キモ、どんな状況、なにこれ、なにこれ、キモいね。嘘でしょ、噛み返すぎる、なんだこれ。どっから来た今お前たち。呼んだけど、そんな呼んでない。待って、やばい、待って、笑えるわ、マジで。なんだこの状況、どうなっちゃってんだこれ。嘘でしょ、いねえなと思ったら、でも家族、大家族で来ちゃったんだけど、さすがにそんないらんわ。さすがにそんないらん。半分ぐらい。カットする半分ぐらい。なんでこんな来た？スポーンブロックが、ここの地下にあって、そっからわざわざ、登ってきたのかなこれ。多いし、結構体力硬いな。いや、俺も結構防御力高いからさ。俺も高いから死ぬことはないんだけどさ。硬くねこのゾンビ。なんか知らんけど。おい、硬え。バカ硬えぞ、こいつら。なんだよ、それ。もう終わらせないよ、ほんと。あ、こんな、もうちょい減らして。もうちょい、こんなもんだな。オッケー。で、このゾンビちゃんを、ちょっとここら辺で、ここら辺でちょっと収容したいんだけど、なんだったんだ、今の大群は、一体、本当に。どんな状況なの、本当に。ガチで。そんな来るなんて思わんやんだって。いいよ。あ、そう来るんだ。ちゃんと来るんだ、それは。うわぁ。閉じ込めんのむずいな、ゾンビを。意外にね。ちゃんとだってこいつら登ってくるんだもん、こうやって。あ、わかった。完璧。やり方わかったわ。閉じ込める方法が。ちょ、待って。やばい。多すぎるし、スケルトンの弓うざいし。いいよ。あらの、ここで、まず、おい。だるい、マジで。もう弱いやつでも群れたら強くなるってこういうことなんだ、ほんとに。もう、よいしょ、1、2、いいよ、からの、1、2、ちょ、これ、ま、松明をさ、片手に置いて作業してるとさ、松明を置いちゃうのやばいな、これ。ブロックを本当は置きたいんだけどさ、おい、邪魔なんだよ、お前たち。おらおら、死んじゃったんだけど、そんなことするつもりはなかったんだよ。いいよ、これで、おい、スケルトンやめろ。ゾンビちゃんに手を出すな。あ、死んじゃったんだけど、あれ一匹なんだけど。まあいいか。最初は一匹の予定だったしな。元はといえば。まあいいや、これで。一匹いるだけでも。十分。よいしょ。待って。おいや、君は、落ちないでね。ナイス。君は落ちちゃダメなゾンビなのよ。今必要なゾンビだから、君は。おい。ちょっと光さすと死んじゃうから、ちゃんと足して。あ、いいね。いいね。こん中行こうか。ゾンビ。こん中まで。来れるか？ついて来れるか、こん中。お前じゃねえんだよ。ゾンビちゃん、来れるか？え？おいー。はい、ナイス、ゾンビー。GG。いいねー。みんな、ゾンビ捕獲計画。これは大成功と言えるんじゃないか？で、この周りのブロックを全部どかして、いいね！いた！え、なんてことすんの？まあいいわ。優しいから。心広いから全然許すけど、クリーパーが鬱陶しいから寝たいな、これ一回。一回寝たいけど、こんだけ近かったら寝ることも許されないな。モンスターがたくさんいて寝れないって言われちゃう、多分これ。おい。いいよ。バカさせないよ。絶対バカさせないよ。うれ！ナイス。これで、オッケー。え？もう一人？あ、いた。なんか見てる。村人たちのこと見てる、クリーパーが。で、これ、トラップドア作ってきたっけ、俺。あ、待って、トラップドア作ってないのか。トラップドア作んないとな。あ、あるわ。歪んだトラップドアあるわ。
このトラップドアがなんと必要なんですよ。で登ります。でトラップドアをこのゾンビちゃんの家に向かってトラップドアをえいっ、うん、いいね。の次にえいっ、でここにもえいっ、ここにもえいっ、やばい、クリーパーが俺のこと見てた今、下から。はい、いい感じいい感じいい感じ、しょうがないな、さばいてやるか。ほらあら、あとはもう、わわ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 、え、ああんあんあんママミア足りるかな、やばい、ブロック足りなくなっちゃう、こんな埋め方してたら。まあ、とりあえずこれで埋めて、で、なんかハート出てる。え、やっぱさっき開けすぎた俺もしかして。え、これは何、子供作ってるハート、大丈夫大丈夫かな、大丈夫だと思いたいんだけど、まあいいや。すげえ、これ村人入ってきてもこっから出れねえんだ多分これ。なんでそんな目で俺を見るんだよお前たち、出さねえぞ絶対に、やめろそんな目で。こいつ殴りてえ、こいつ殴りてえけどボコボコにされそう、殴ったら。怖っ、村人のこと殴ったらあいつが怒るんだけど、イエーイ。え、強くね、アイアンゴールム強くね。お前そんなことできんの今のうちだからな、お前なんてな10分後にはな上の方で焼き焦げるだけのデクノボーにしてやるんだからな、お前なんて。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。